やばい、緊張する。金だ、私浅見に報告してくる。あの子緊張でトイレに閉じこもってるから。この服着たかったの。予想通りの超スパルタだったけどね。そりゃあ立夏だもん。それよりクミコだよ、なんで北宇治なの？え、何かあるんでしょ、友達がいるとか。あ、そうだ、北宇治って言えばほら高坂玲奈。あの子ってさ、立夏の推薦蹴って北宇治行ったって聞いたよ。絶対何かあるってみんなで話してたの。かっこいい男子がいっぱいいるとか。ないか。ねえクミコ、聞いてない？てかさ、北宇治に何があるの？知らない、ないよそんなの。ああ、もう教えてよ。あ、ごめん、ちょっと待って。お、南宇治到着したって。ちょっと会いに行かない？駐車場すぐそこだし。え、うちらの中学の子ほとんど南宇治に行ったでしょ。きっとみんないるよ。あの、いいから行こう。あさみとか陽子とか久しぶりじゃん。あ、どうしたの？ねえ、行こう。ごめん、私今日はいいや。え、どうして？クミコ、そっか。で、スタートはできた？関係者の方、じゃあ次会う時はコンクールかな。そうだね、お互い頑張ろう。うん、じゃあ。その時気づいた。広がらないように固まって。楽器揃ってる？楽器揃ってる？立夏移動します。はい。もしもし、あずさちゃん？久しぶり、今は大丈夫？ただいま。テレビ見てただけだから。あ、東証のニュースでしょ。私も見てた。うまいよね、相変わらず。悔しいけどね。ねえ、立夏は午前だっけ？うん、7番。クミコんとこは？午後の16番。そっか。じゃあ、私の方が先に終わるね。だね。あのね。ん？明日、もし私のこと見かけても、話しかけないでほしい。え？多分、冷静じゃないと思うから。わかった。本当に冷静でいられる人なんて一人だって。おーい、こっちこっち。遅いよ。もうあずさらしくないな。いつもの元気はどうしたの？はあ、早く切り替えてね。はい。もうまさか北宇治が全国行くとはね。立夏はマーチングどうだったの？そっちもバッチリ全国だよ。さすがだね。はあ、本当きっつい練習した甲斐あったよ。立夏、集合してください。クミコ。ん？頑張ろうね、お互い。